2023パーフェクトツアー第5戦仙台大会決勝戦を行います。決勝に進出した選手をご紹介いたします。現在年間ランキング1位大城あかりプロ、対しますは現在年間ランキング3位藤野ゆかりプロ。それでは2スローの練習の後決勝戦をスタートとなります。選手は練習を開始してください。ゲームフォーマットは701クリケット、クリケット701チョイスの5レッグ中3レッグ選手となります。それではパーフェクトツアー仙台大会決勝戦スタートです。
Thank you.
2023パーフェクトツアー第5戦仙台大会優勝は大城あかりプロ、おめでとうございます。それでは、パークトツアー第5戦仙台大会見事優勝の大城あかりプロに優勝インタビューします。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3連勝でございますけども、はいはい、あの悔しい悔しい開幕戦の準優勝から3連勝ですけど、はい、もう、ま、今の率直な感想を。いや、すごく嬉しいです、ね、はい、いや今日は本当にもう一切寄せ付けない感じでした。ああ、よかったですよかったです、はい、予選がちょっとあんまり自分の中で納得いってない、はい、ダーツだったので、あの決勝トーナメントしっかり頑張りたいなと思ってたんですけど、うん、2回戦で大内真由美プロと当たったので、うん、はいはい、早いなと思いながら、まあ、しょうがないもんね、抽選だからね、はい、そうですね、はい、うわーと思って、うん、自分のこの試合に対するこう調整みたいなのが、はいはい、2回戦で真由美さんと当たったことによってちょっとまたこうギアが少しなんか 2,3 個上がったようなイメージが今日はあったので、なるほど、はい、なのでその後の試合もうん、いいようにこう集中ができてこう、うんうん、運べたのかなと思います、はい、まあ、もうそのギアが落ちることなくね、もう本当に大内プロの時にやっぱりディレクトラ、うん、まあ、いい試合だったんですけれども、あ、でもあの時も最後はきっちり上がって、うんうん、でその後もギアも落ちることなく、うん、今そのままもう本当になんか今日はなんか一切寄せ付けないって感じでした。あ、見てて、まあ、10のダブルもなかったしね。13ダブルはきっちり上がってましたけども。なかったですね。いやでも本当、まあもうでも今はもうなんか本当に周りもちょっと意識するぐらい、うんうんうん、こうすごい女子は全体的にレベルが上がったと思ってるんですけども、はい、また その周りが大城プロを意識するぐらい、また大城プロが一個上に行ってるような。気がするんですけども、その辺はいかがでしょうか。それはすごく嬉しいことで、やっぱりランキング1位なので、私がこうどん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 こうスタッツを上げていったりだとか、こう、うん、いいダーツをすることによって、周りがこれじゃいけないんだって思ってもらえたらいいなっていう、うん、思ってもらえるようなダーツがしたいなって常に思っているので、今年に関してはちょっと試合内容というよりはこの数字にちょっとこだわって、今年はちょっとやっていきたいなと思っているので、まあ、うん、それが結構結果に、ね、今の結果にこうつながっているのかなと思っているので、うん、はい、私的にはすごくいいです。まあ本当、はい、だからその去年のまあ年末とか開幕戦とかでちょっと大城プロとこうお話しする機会があって、やっぱりこう2年連続やっぱりこうチャンピオンを取るってことは難しいんだっていうことを大城プロが、うん、大城プロ自身が言ってて、はい、でそれをこうだから開幕戦のこう決勝戦で、まあ、武田プロも入れたんですけれども、はい、こう準優勝になって、あ、やっぱちょっとそこら辺意識してるのかなと、こうやっぱり難しい、やっぱり大城プロしか分からないね、はいはい、まあ、ランキング1位になった人しか分からない、こうなんていうかな、こうプレッシャーとかいろいろな考えがあるんだなと思って見てたんですけど、その後関係なかったね。あ、いや、違う違う、その後全く関係なかったね。いやいや、もう、まあ、だからもう、うん、だから一皮向けて、まあ、全体的にレベルが上がったんだけれども、そうですね、まあ、その上にまた大城プロがまたそうやって数字をこう上げていってくれたら、うん、絶対みんなはやっぱり大城プロをこう目標に、みんな毎日これから練習していくと思うので、はい、だからまたさらにみんながレベル上がっていって、い、まあ、見てる人がさらに楽しくなるし、はい、まあ、ワクワクするような試合をいっぱい見れると思います、はい、まあ本当今日はね、もうなんか見ててなんか本当もう寄せ付けはもうあんたたち練習してきなさいみたいな感じで、いやいや、ほんと寄せ付けないっていう感じをすごく感じたから、なんかまたすごく今日はちょっと違った形の優勝で、自分はまあ見れてよかったなと思います。嬉しいです。いや、そうやって言ってもらえると嬉しいです。はい、もう本当素晴らしい、もうまさに3連勝ですけれども、まあ、全国たくさんいらっしゃる大城ファンに、うん、最後あ、まあ、お礼と一言をお願いいたします。はい、今日もご視聴いただきありがとうございます。そして会場で応援していただいた皆様も本当にありがとうございます。
そうですね、どんどん私が引っ張っていきたいなと、うん、かっこいい、もっともう一回言ってかっこいい、本当に思っています、うん、そのと有言実行でございます。そうですね、うん、次回もそうですけど、まあ、いいダーツをして見てる皆さんがすごいって言ってもらえるようなダーツ、うん、できたらいいなって、うん、常に思ってこうダーツを今年はそういう取り組みで今年はやっているので、うん、強いっていうだけじゃないようなダーツができたらいいなって、はい、思ってます。だからその常にこう自分のダーツに満足せず、こうやっぱ常にやっぱり上を目指してるから、やっぱり今のこうもうさらにまたいいダーツを打ってるんでしょうね。まあ、だから本当に本当にみんなで期待してます。ありがとうございます。はい、もう本当におっしゃる通りです。おっしゃる通りで本当に、まあ、本当おっしゃる通りなのは上しか見てないです、はい、本当楽しみ、はい、まあ、バスバス、まあ、我々見る方はねますます楽しみですけれども、はい、本当にありがとうございます。頑張ってください。もうパークと引っ張っていってほしいと思います。ありがとうございます。はい、それでは、仙台大会優勝大城プロでした。ありがとうございます。次回は、2週間後4月15日、ね、また女子だけなんですけれども、はい、女子だけの名古屋大会、名古屋大会、はい、9時45分頃から、はい、配信を行いますので、また、はい、またすごいダーツを見せてくれると思いますので、頑張ります。はい、皆さんまたご視聴してください。お願いします。それでは今日長い間ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。